ヒバリカは、長江スズメモクに属するとが、模式族はヒバリ族。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸北西部、ユーラシア大陸、インドネシア、オーストラリア、スリランカ、日本、マダガスカル上面が、褐色の羽毛で覆われる種が多い。甲師や後は長く、後には長く鋭い爪が生える。アリーマンヒバリ族。 アラーダスナヒバリ族アミメインズヒメコーテンシ族コランドレラハシボソヒバリ族サーチローダエアロモプタリックスハマヒバリ族アラマフィラゲーレリーダヘテロマライフラモリヒバリ族ラルラコーテンシ族メラノーコラファヤブヒバリ族モラフラハシブトヒバリ族ラムフォコリスシトドコヒバリ族スパイジコリス草原や、砂漠に生息する縄張りを形成して生活する 危険を感じると茂みなどへ走って逃げ込むことが多い。食生は植物食傾向の強い雑食で、主に種子を食べるが、昆虫なども食べる。孵化直後の雛には昆虫を与えるが、ある程度成長すると植物質も与える。繁殖形態は卵生。オスは縄張り内を飛翔しながら、さえずりを行う。主に地表に植物の葉を組み合わせたお椀状の巣を作り、1階に 2から6個の卵を産む。開発や放牧による生息地の破壊などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。